こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、毎月1回行っている特別映像配信になります。日曜日の配信になっておりますので、いつもと違って特別企画をお届けしているんですけれども、ちょっと見てもらっていいですか。この綺麗な空間、もう初めてですよ。ゴッドハンド通信始まって以来のこの綺麗な空間でですね、今日はお届けしていきたいと思いますけれども、今日の映像なんですけれども、こちらとある先生が一人座っております。こちらの先生とですね、今日僕とで対談をしていきたいんですけれども、こちらの東郷先生と言いますけれども、僕がですね、とある情報筋からですね、東郷先生がすごいと、しかも新しいジャンルでですね、この整体の道を切り開いているという噂を聞きましたので、東郷先生にですね、今日お越しいただいて、僕とちょっと対談していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ東郷先生、自己紹介をお願いします。東京の水道橋駅にありますグリーンカイロプラクティックの院長をやっております東郷と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。東郷先生、グリーンカイロで院長やってますけれども、はい、他にもですね、肩書きありますよね。はい、一応今日本ペット生態協会というのを立ち上げまして、そちらの会長も、やらせていただいてます。ありがとうございます。皆さん聞きました、ペット生態ですよ、ペット生態。こちらですね、映像をご覧いただいている先生はですね、生態院だとか鍼灸院やられている先生多いと思うんですけれども、おそらくほとんどの先生が人間を相手にしていると思うんですよね。でも東郷先生はですね、もちろん人間もやってますよね。もちろん人間メイン。人間メインですね。一応人間。そう、人間メインでやってるんですけど、その中でもまたペット動物ですね、をですね、生態という形で健康に導いているという形ですね。そうですね。はい。やっていらっしゃる先生なので、ぜひですね、こちらご覧いただいている先生方にもですね、新しいジャンルを知っていただきたいと思って今日対談した、させていただきます。東郷先生ですね、ペット生態やられてるそうなんですけれども、はい、なぜそのペットをやっていこうっていうふうに思われたんですか？きっかけは、私ちょっと師匠がいまして、九州の福岡の小倉っていう小倉がありますね、はい、あるんですけど、小倉に師匠がいて、その師匠が、犬とか猫を、昔からやってると。あ、そうなんですね。おーと、師匠すごいですねっていう話をしてて、師匠のところに行き始めてもう6年、7年経つんですけど、定期的に2ヶ月1回小倉の方までこう飛行機に行って、そうそう、自分のメンテナンスと、施術をこう、勉強して、勉強されて、そうそう、その時に、犬のそういうやってんだよねっていう話を聞いて、すごいですねっていうのを、3年ぐらい前に、どうやってやるんですかチラッと聞いちゃったんですか？そう、チラッと難しくないですかっつって。そう、僕もそういう印象です、犬ですし、やっぱり骨も小さいし、ちょっと人ともこう解剖学的には若干違ったりするので、なんですけど、ちょっと師匠の家に猫が4匹あるんですけど、その4匹の中を適当にこう1匹こう捕まえて、これどこ悪いか分かるっつって猫ちゃん見て、そうです、はい、でもう君のレベルまで来たら、もう正直多分犬猫はそんな難しくないからっていう、その師匠に初めてこう認められたというか、嬉しいですね。レベル的にはもう全然十分いけるでしょって言われて、で猫捕まえて、猫って見たら、そしたら、あ、こことここですって、さすがだねみたいな感じで言われて、治し方わかんないんですけどって言ったら、人間だとこうだけど、猫だったらこうだよとか、いうのを聞いて、あ、なるほどっつって、その方でペッパッと終えたら、もう綺麗に治るんですよ。おお、もうその場でできたんですか？その場で神じゃないですか？それはもう今まで人をすごいね、こう接触してきて、それで培った感覚と、経験というんですかね、それをこう犬猫のこう解剖に、頭をイメージを変えてやったら、もうすぐできました。そうなんだ。その師匠が動物をもともと見られてて、それがきっかけで興味を持たれて、そうですそうです。で、師匠に教えてもらってもいいですかみたいな感じやったら、ペッてできちゃった。ペットの一応そんな軽くない、ペットできたと。へー、そういう感じですね。そういうのがきっかけなんですね。そうですそうです。
でもそこで、ペットをじゃあ師匠から習いました。じゃあそれをビジネスというか自分の院に持ち帰って実際に自分もじゃあ動物見てみよう、ペット見てみようって思われたんですか？思いましたね。というかまずその、うん、はい、実際の来てる患者さんに対して、うんうん、いやちょっと犬猫の治し方勉強してきたんですよ、はいはいはい、で軽くこう、まあ、アナウンスしてたら、うん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 、いやうちの子悪くてっていうのでもすぐ動物、そうです、犬、ペットちゃんが来たわけですね。そうそうそう、 犬が来たんですね。犬来ました。おびっくりしましたいきなりいきなり来たんですね。いきなりというかもうしかも記念すべき第 1号のワンちゃんは、はい、もう首のヘルニアの手術をしてて、頸椎の3から7までかな切って、うん、もうプレート入れて首が動かないですよ、ワンちゃんが。そうそうそう、かわいそうですねそれね。全然もうで、うん、手術前はもう足がこうやって、うん、もういわゆるこうしびれとか出ちゃうと上がっちゃうんですよね、うん、足がこうつけない。あ、確かにそういうワンちゃん、そうそうそう、ね、怪我したワンちゃんとかそうなってますね。足が全然つけなくて、はい、左足だったんですけど、うんうん、で手術したら両足一応つけるようになりましたと、うん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 、なんだけどもうなんて言うんでしょうか、そのゲージの中から全く出なくなった手術の後から。はい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 、はい、そうそうそう、でそういうのがあってもうあまりにもずっと丸くなって寝てるだけだから、うん、かわいそうだからっていうのでうちに飼い主さんが、そうそうそう、まあ、飼い主さんもともと患者さんで連れてきてくれたって感じですよね。そうそうそう、で連れてきてくれて、うん、でも実際施術、いやこれはさすがに難しいかなと思いながら、うん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 、やったんですけど、そしたら2回ぐらいでもうなんか走るように。マジっすかそう全然なるんですよそれが。へえ、すごい、すげえ、すごい自分で驚いちゃった。そう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 です。でも本当になんか正直ごめんなさい、ちょっと難しいかもしれませんって話をしたんですけど、そしたらもうなんか2回で、まあ、良くなっちゃって、うん、でそのワンちゃんが、うん、公園でも要はもう走るわけですよ。ずっとゲージの中いたって言ってて、そうゲージの中からもう動かないし、はい、もういつも散歩って言ってもベビーカーみたいな、ああ乗せられてるいますね、はい、あれでガラガラ行ってただけだったのに、うんうん、ある日突然こう公園にいつも通り行ったら、うん、ワンワンって走ってるって。いやーすごいっすね。どうして治ったのっていう話をしたら、うん、いや実はそのグリーンカイロさんに行ってっていうので、うん、私のところもこれが気になるのっていうのからもう一気に10匹ぐらい10匹口コミってことですよね。紹介が来て、そうかそうかそうか、確かにこのペットというかね飼われてる方ってそこのコミュニティみたいなやっぱありますよね。公園コミュニティとか近所コミュニティ。ああそうなんだ、そういうのがあるんですね。コミュニティとかいろいろあるんで、へえ、それでわーっとこうもう一気に来て。なるほどね、そこから集客してるって感じなんですね。そうですね、もうやっぱ結果が出ると、うん、もう特にやっぱ今だと SNS とか、うんうんうん、そんなのでもう投稿してくれるんで皆さん。ああそうか、だから集客しようっていうのはないんですよ。確かにそうかもしれない、はい、ね、ちょっとホームページ拝見した時、はい、そこまでがっつりじゃないですよね。もう全然全然もう、はい、やってますみたいな軽くアナウンスですけどがっつりじゃないですよね、はい、全然そう何もしてないんですけど、ご紹介だけ。そう噂だともう日本全国から、日本全国ですよ、日本全国からこの困っているペットちゃんを連れて飼い主さんが来るっていうのを聞いたんですけど、来ますね。遠くはどこから来てるんですか？一番遠くだと北海道の方が遠いです。北海道からわざわざ泊まりで、うん、まあ、ちょっと1週間だけしか入れないんで、ちょっと1週間泊まって、うんうんうん、でまあ、こうその間、ちょっと 2,3 回しかできないんですけど、まあ、2,3 回施術してまたお戻りになってみたいな。へ、だからもうそうなんですよ、そこは僕しか今ちょっとできない技術なんで。なるほど、これはちょっとね今の自分の困ってるところではありますね。実際にそうね、ここまで話聞いたの初めてなんで僕もちょっと驚きではあるんですけれども。そうか、集客のところはもうほぼ口コミ。もう本当早いですね、すごい。 SNS とやっぱりこう何でしょうか、その、まあ、皆さんも多分あると思うんですけど、うん、結局この、まあ、お父さんが来てて、要は奥さん来て息子来てみたいな、まあ、家族でこうね、 それはありますよね。ありますね、まあ、ちょっとでも、まあ、紹介っていうのをしづらかった、いや俺いいよとか私いいわみたいな感じになっちゃうと思うんですけど、ワンちゃんって、はい、みんながもう
要はお父さん嫌いっていう娘がいたりもするから、うん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 、お父さんがいいよって言うと娘はなかなか行かないわけです。確かに確かに。でもワンちゃんってみんなが好きだから。確かにペットってそうですよね。家のアイドルがもう良くなったとかなると、うんうんうん、もうやっぱそこでへーみたいな、もう感激するみたいなのでもうそこからおじいちゃんを来たりおばあちゃん来たり、あそこからまた人間の集客にもつながってるってことですね。だから今もう集客自体は犬が最初に入ったとしたら、はい、犬来てその前後枠に人人犬人人みたいな家族で2時間抑えるみたいな。あなるほど、はい、一家族でも2時間でも何人も見てるって感じなんだ。いやすごいな。本当でもそういうのがやっぱすごい多いんで、うん、もう1だったのがもう急に5とか、まあ、さらにそこのワンちゃんからまた派生するので、はいはいはい、そうかそうか、ね、さっき言ったようにワンちゃんつながりという形 で、ね、A さんのワンちゃんがやったら B さんのワンちゃんも来るみたいな感じなんですね。そう、噂で聞いたのはもうほぼ紹介で、まね、集客してるって聞いたんですけど、はい、集客月に紹介ってどれくらい来るんですか、まあ、もしくは年間とかでもですけど。年間だと、うん、去年が486年間で、はい、1日1人ちょっとってことですか。そうですよね。で待って12で割ったりしたら40ぐらい来てるってこと。まあそうっすか。聞きました月に40人紹介で集客してるんですよ普通の治療院じゃまずありえないですね。そうそう、40、まず普通に40、うちの院で言ったらまあまあ月に、まあ、100は来ないですけども、それぐらい近いぐらいの集客してますけれども、まあ、そのうちの紹介のシェアって大体 10% から 20% ぐらい、うん、まあ通常的にはそうですよね、まあ、10% から 20% 以内であれば、まあ、有料な紹介数、うんうん、紹介のパーセンテージだと言われてるんですけども、東郷先生ってもうほとんど8割ぐらい紹介になっちゃうの、いや僕はもっといるか。もう僕自身で言うと、僕は今新規はネットとかは受け付けてない、受け付けてないんで紹介のみ、紹介じゃないともうちょっと枠が、ああはい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 、はい、それでももうなかなか紹介してくれてもなかなか見れないっていう形なので、うんうんうん、実際まあ40いただいてますけど、まあ、その分はもう全部なんて言うんでしょう、早く卒業してもらえるようにきちんとこう改善をして、さらにこう生活指導とかもやっぱりこうやっていくと期間が伸びるんですよ、どん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 。はい、そうですね。本当は何もこう、ね、実際の原因ってほとんどが皆さんの生活習慣で、うんうん、もちろんそうだと思います、はい、その生活習慣の指導もしつつってやっていくとどん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 期間が伸びるので、うん、あの僕のちょっとこだわりが、どんなこだわりですかどんなこだわりですか、はい、こだわりはなんかそのなんて言うんでしょう、多くの人からちょっとずつもらうのと、うん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 、少ない人から多くもらうのと、うんはい、結局同じなんですよ、同じですね、お金というか数字としては、はいはいはい、なんだけどもやっぱそういうところではなくて、もう、うん、とにかくこの人のために役に立つように、うんうん、もう生活指導からもう技術もそうですし、うんうんうん、まあ、そういう接客っていうんですかね、話し方であったりとか、もうそういうのをかなり意識しながらやっていくと、もうそういうふうにどんどん紹介が増えてくる、流行ってなりたいと。確かにそうですね、少ない回数で短い期間で治るんだったら そちら行きたいですよね、やっぱりね。である程度料金が高くてもどんどん来てくれるし、うん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 、でもその人が良くなってしまえばまたすぐ、いやもうあそこいいから行きなよっていうので、どん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 。なるほどなるほど、だからまあそういう480ぐらいですか、ね、いやそれはすごいすごい数字だと思いますよ480いやそれはすごいな、ぐらいの数字が今出たんじゃないかなと思いますけど、素晴らしいですねちなみにですけど、そのペット生態始められてから、始める前と始めた後、うんうん、あの東郷先生のグリーンカイロの経営状態って何か変化ありました？一番大きかったのが、はい、まあ、私スタッフもいるんですけど、うん、まあ、私が犬もやってる、うんうんうん、まあ、犬も施術しますよっていうのがあると、うん、口コミが広がるときに、あそこすごいいいよっていうだけって、はい、なかなかこう広げにくいんですよ、うん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 、なんだけど、じゃあ例えば関野さん、関野先生のところにワンちゃん飼ってますよと、うん、はいはい、そういえばランチ食べてて、うんうんうん、ワンちゃん飼ってたよねみたいな、うんうんうん、私が今行ってるところなんか犬もできるんだってっていうと、スタッフのところの紹介をくれるんですよ。へえ、だからその話題になりやすいじゃないですか、ね、まあなりやすいです、なりやすいです、はい、犬のやつでっていうので、それこそ SNS とかで、うん、ほらほらこれみたいな、
そうですよね。だって僕ですらそこまで知らなかったから一般の人が知るはずもないですよね。はずないですよね。はい、そこでそういうふうにね、口コミだとか映像、はい、SNS 見せられたらやっぱり興味持ちますよね。まあ、そうですね。持ちやすいですよね、トイレットっていうのはね。なるほど。すごくいいなとは思うんですけど。なるほどなるほど。じゃあグリーン回路もこう人間と犬でいっぱいになったと。いやもう本当に今いっぱいいっぱいですね。なるほどなるほど。はい、そこはちょっともうちょっとねできる人は欲しいなって感じします、ね。なるほど。そうかそうか。わかりました。まあ、この映像をご覧いただいている先生方聞きました、ペット生態っていうのはやっぱすごい可能性があるなっていうふうに僕はちょっとね、東郷先生と対談して思いました。で今回ちょっと経営のことをですね、始めたきっかけだとか経営的なことをお話聞きましたけれども、どうですか、どんなことをやってるとか人間と何が違うかとか興味湧きません？僕も実際にね今すごく湧いたんですよね。ですので今回は、東郷先生ですね、もう一本映像を撮らせてもらいます。なので今週ですね、この日曜日配信している翌週に、2本目のところの映像ですね、続きという形で今度は人間の生態とペット生態、じゃあどんな風に違うのとか、まあ、解剖的なお話だとかそういったことをねちょっと伺っていきたいなと思いますので、ぜひですね来週の映像も楽しみにしていただければと思います。じゃあ一度ですね、今回の映像は終わらせていただきますので、またちょっとですね来週見ていただければと思います。じゃあ東郷先生引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回ありがとうございました。ありがとうございました。